皆さんこんにちは。韓国在住のほろ酔い主婦です。今日は牡蠣料理を食べにソウルから2時間半くらいかけてチュンチョン南道ポリョン市に来ています。韓国の西海岸に位置するポリョンは希少な天然の牡蠣を名産とする港町。この地域で採れる牡蠣は潮の満ち引きが早いため、実は小ぶりだけど味がキュッと締まって美味しいんだそうです。牡蠣団地といって牡蠣を食べれるお店が集まったところが有名なんですが、今日はここには立ち寄らず、その近くの小さな食堂にやってきました。この食堂は少し前にグルメ番組で紹介されたお店で、私もテレビを見て食べたくなってきました。地元産の天然牡蠣を専門とするお店。メニューは牡蠣釜飯、牡蠣ムルフェ、生牡蠣、ゆで牡蠣、牡蠣フライ、牡蠣チヂミ、それから3万5000ウォンで食べられる牡蠣定食。今日はいろいろ牡蠣料理を楽しめる牡蠣定食を堪能したいと思います。色鮮やかなお水、お水にビートが入ってます。健康的ですよね。ロボットが運んできてくれた牡蠣料理、最初に出てきたのは生牡蠣、ゆで牡蠣、牡蠣のムルフェ。わあ、美味しかった。これが看板メニューの牡蠣のムルフェです。牡蠣とお野菜の冷たいスープ。牡蠣がたっぷり入ってます。清涼感のあるスープの中にシャキシャキのお野菜や梨と牡蠣。牡蠣じゃないみたいに印象が変わります。こんな贅沢に牡蠣を堪能していいんでしょうか。この地域で採れる天然牡蠣は小ぶりで大きさも不揃い。生牡蠣とゆで牡蠣にはレモンをたっぷりかけます。それから忘れちゃいけないソジュ。このお店はチャミスルしかなかったです。大丈夫、今日の主役は牡蠣ですから。天然の生牡蠣はやっぱり濃厚で美味しい。シンプルにさっと茹でただけのゆで牡蠣は甘くてマイルド。下に敷いてあるニラと一緒に食べるのも新鮮。それからタバスコ持参しました。以前に視聴者さんからおすすめしてもらって初挑戦です。タバスコの酸味と辛味が牡蠣のまろやかさとよく合うんです。チョジャンよりあっさりしているから牡蠣の旨味をシンプルに味わえる、こんな食べ方もあったんですね。美味しい発見、いただきました。基本のおかずたち、次から次へといろいろ運ばれてくるから大忙しです。それから次は牡蠣の天ぷらと牡蠣のチヂミが運ばれてきました。天ぷらというよりもフリッターのような感じ。カリッと揚がっててサクサク、うまい。
パッと見わからないけど気前よく牡蠣がゴロゴロしてるんです。こんな豪華な牡蠣チヂミ初めて。一体どれだけの牡蠣を食べているんでしょう。こんなに牡蠣を食べ続けてるのに全く飽きが来ない。釜飯と一緒に出てきたわかめスープ、テレビではこの中にもたっぷりの牡蠣が入ってたのに牡蠣が一つも見当たらない。最後は牡蠣ご飯。釜で炊かれたご飯にはこれまで以上に牡蠣がゴロゴロ。牡蠣の香りを嗅いでいるだけで幸せな気持ちになれます。タムルが入った器が別に用意されるので、ここに牡蠣ご飯を入れて、伸びるとニラ漬けの醤油を混ぜてビビンバのようにいただきます。最後の最後まで楽しませてくれます。牡蠣だけじゃなく色彩豊かなお野菜たちと飽きのこない優しい味付け、何度も感動させられました。これは牡蠣の塩辛。この地域の名産である海苔に包んで食べるのも美味しかったです。釜についたボケまで食べて、韓国流牡蠣のフルコースが終了。いやー、大満足でした。車で5分ぐらいのところにあるカフェに来ました。その名も牛乳倉庫。牡蠣を食べた後に乳製品を食べるとお腹を壊すなんて話も聞いたことがあるんですが、全く問題ありませんでした。自社の工場で作っているヨーグルト、無糖と2種類あります。美味しそうなパンなども販売しています。このお店の代表メニュー、自家製の牛乳ソフトクリームと牧場クリームラテを注文しました。すっごく特別な味なわけじゃないけど、濃厚なちょっと高級な味わいでした。インテリアがちょっと変わってて面白かったです。酪農をイメージしてて可愛い。牧場と牛乳工場が一緒になったカフェ、牧場体験やチーズ作りなどのプログラムもあるんですが、時間が合わなかったのでデザートだけを食べて帰ります。
今日はこの近くで一泊して美味しいものをたくさん食べたいと思います。今日泊まる宿はアイルランドリソム。宿泊施設の中をちょっと見学してみたいと思います。ハイヒュー、もーちゃん、読書空間のようで本がたくさんあります。小さい子どもたちが遊べる空間、キッズルーム。外にも出てみます。目の前が海岸になってます。夜に予約したんですが、ドーム型のテントの中でバーベキューが楽しめる場所です。オーシャンビューのコーヒーショップやレストランがあります。それから海。寒い冬じゃなかったら人気の観光地なんですが、海岸沿いはとても静かです。お部屋はこんな感じです。キッチンがついていて調理ができるコンドミニアム型です。子供たちもいるので簡単にお肉を焼いたりラーメンを作ったりしようと材料を持ってきました。ベッドのお部屋とお布団が敷けるお部屋の2つ。3家族一緒に来ているので2部屋取りました。海では遊べないし、周辺に何もないので、施設内にあるスパで遊びます。すごく小さいスパなんですが、子どもたちも楽しく遊べて快適に過ごせました。特に素敵だったのは、目の前で夕焼けを鑑賞できるところ。記念撮影をして水遊び終了。
夜の楽しい宴会が始まります。続きは次回の動画で。今日も最後まで視聴いただきありがとうございました。